アルベロベロのトゥルッティは、イタリア南部のアルベロベロにあるユネスコの世界遺産登録物件名。登録は1996年。トゥルッティと呼ばれる、この地方の伝統家屋群が対象である。南イタリアのプッテダア州の町アルベロベロにある2つの地区が世界遺産登録地区となっており、両地区に合わせて1500件余りのトゥルッティが存在する。 白壁に円錐形の石積み屋根を乗せたトゥルーロが多数集まった景観を有する。アルベロベロのトゥルッティは開拓農民によって16世紀の半ばからの約100年間に建設された。トゥルッティはかつてこの地方で広く見られたが、アルベロベロには多数のトゥルッティが現存して市街を形成し住居や店舗として実用されており、貴重な景観を維持している。 トルロも参照トゥルロの構造模型切開で仕上げた円筒形、長方形の家の上に、キノコのような形をした灰色のとんがり屋根が乗っているのがトゥルロの外見的な特徴である。トゥルロが部屋一つ屋根一つといった意味を持つ通り、一つの部屋の上に一つの屋根がある。内部に玄関や廊下はなく、ドアは開けると直接部屋となる。構造面では、 モルタルなどの接合剤を使わずに、石灰岩の切り石を積み上げているのが特徴である。特徴的な屋根も、灰色の切り石を積み上げたものである。屋根にはしばしば石灰で、神話的、宗教的シンボルが描かれる。石灰岩室のこの地方で、トゥルロは農民たちの厳しい生活環境に応じて、入手しやすい材料で作られた。簡易な構造ながら、白い漆喰和外気を遮断しつつ、 室内の明るさを保つのに役立ち、内壁と外壁の間に詰められた土砂は点水を、露化しながら地下水槽に導くなど、気候風土に適した工夫を盛り込み発展している。大規模なトゥルロの中には2階建てのものもあり、2階の床と階段は木で作られている。アイアピッコラ地区モンティ地区トゥルロが複数集まったトゥルッティのトンガリ屋根がひしめき合う、 町の景観は、しばしば、小人が集まったような、おとぎの国のようなという形容で語られる。ユネスコによると、アイアピッコラ地区に1030軒、モンキ地区には590軒のトゥルッティが現存する。丘の斜面に位置するアイアピッコラ地区は、観光地化して、土産物店などが立ち並ぶ。モンキ地区に占めるトゥルッティの密度は、アイアピッコラに比べると低いが、 住宅街として生活が営まれている。アルベロベロのあるイトリア地方では、戦死時代から石灰岩を住居に用いる方法が発展してきた。ソロスと呼ばれるドーム型の墓が作られてきたこととも関連が指摘される。14世紀半ば、ターラント・コーロベルトがこの地方の漁主権をコンベルサーの墓に与えた際、現在のアルベロベロのある周辺は無人の土地と記録されている。以後、 この地域は、コンベルサーノ伯の荘園となり、領内の他の地域から農民が移されたと考えられる。16世紀半ばの記録によれば、モンキ地区に40軒のトゥルッリがあった。17世紀前半、この地の領主は、コンベルサーノ伯ジャンジローラモ2世であった。ジャンジローラモ2世は、ナポリオ王国の名門貴族であるアックアビーバケの出身であり、父祖から、コンベルサーノ伯の地位を受け継いだ。 1620年、ジャンジローラモニセイは、この地に製粉書、パン屋、宿屋を建てさせ、町の拡大が始まった。農民の家は解体しやすいよう簡易に建設する、ことが、領主によって命じられていたという。理由としては二つあり、一つは、反抗的な農民を懲罰するため、もう一つは、課税対策である。領主は、ナポリオ王国に対して家屋に応じた税を納めねば、ならなかった。 このため解体しやすく再建しやすいような構造にしたという。ナポリ王国の徴税下による1644年の報告に徴税を妨害するための家屋解体が行われたとが記載されている。ただし資料調査、比較調査の結果としては、農村の統制のための懲罰の手段とすることが、この措置の主目的であったようである1797年5月27日。 住民たちの運動により、ブルボン家のナポリオンフェルディナンド4世はこの村をアックアビーバ家の封建支配から解放した。17世紀から続くアルベロベッドの守護聖人の祭りでは、住民たちは自ら町を治める権利を勝ち取ったことが記念されている。観光外世界中から年間100万人以上の観光客が訪れる。通りにはトゥルッティを利用しておしゃれな店が立ち並んでいる。 この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。